捨離中です。どうしようこれどれ、これかわいい、プーさんかわいいやん。取っとこうか。うん、ゆみちゃんちょっとサングラス外してください。やだやだ、見て何落書き帳だって。なんか血ついてんだけど。血、それ血なの？血じゃなくない？なんかこうあからめてるってことじゃないの顔を。1186 ですね、リミさんのあの部屋自体は綺麗なんですけど、この机のね、この上とかがちょっとあまりにも荷物がもう増えすぎちゃってやばいので、そうだからもうね、頑張ってちょっとね、今断捨離をしてます。もうね、5、6年生にもなってね、こうもうこういうなんか幼稚園の頃のものがいっぱい出てきて今ね、これどうしよう。もうこれ一個一個やってたら当分終わらないね。ね、どうしよう、これ全部捨てようかな。まあ使えるものはさ、綺麗にさ、あ、懐かしい、この蒸気、この蒸気好きだった。懐かしいよね、もう全部懐かしくない？もうすべてのものが、あ、見て、シロに噛まれたやつ取っといてあるんだよ。確かに、全部終わった。あ、ここ終わったね。なんだかんだ言ってちょっと今ずっとやってたんですけど、ここ綺麗になりました。ちょっとまだその辺にあるけどね。ということでちょっとね、徐々に綺麗にしていくんですけど、いやーもうちょっと最近、え、ちょっと今それ写真が、リミちゃん写真を裏返して、はい、こんな感じで、まあ、これは取っとくものだそうです。おお、まずはじゃあ引き出しから攻めていく感じ。何これ、見たことない。見たことないはないでしょうよ。でも多分もう5年とか6年前ぐらいのものがわんさか入ってるから、え、な、え、ここに記憶に、記憶ない。じゃあ入っちゃったんじゃないの？ママいる？いらん。ということで、すごくもうこんがらがってます。あ、見て、懐かしい。あ、これ自分でデコったやつ？そう、懐かしい。12歳を見ています。12歳を見ています。椅子、今プリパラを見ています。日記、今プリパラを やっています。やっています。面白い。今日はリミの誕生日。おお、じゃあちょうど1年ぐらい前。かけてる、すごい。何が？6月。6月10日って書いてあるつもり、うん、だよね。これ何年前だろう。あ、見て。あ、かわいい、うん。この子はここに埋もれてます、今。早く救出しないと、リミ。やばいです、もうこんな感じで。ぐっちゃぐちゃです。うん、何？じいちゃんへ。うん、一緒に遊ぼうね、リミより。ちーちゃんに書いたの。ちーちゃんとパパ一緒に遊ぼう。すごいね。何これ、待って、怖いね。怖い。これ何、数字足す、1234567090。すごいね。ちーちゃん、シーちゃんは今トイレ。シーちゃん今トイレ。そんなこと書かなくてよくない。そんなことまで書いてたんですか。シーちゃんは今トイレ。トイレに行ってるそうです。しほちゃんはママへ、ママへ大好きリミ。めちゃディゴって。バツって何これ、バツって書いてる。バツね、はい、くれるの。あ、ママ大好きのやつだけくれるのね、うん、はい、ありがとうございます。保管しときます。ママこういうのね、保管してるんだよ。見たよね、この前ね。初めて保管してるの知った。見て、何これ。リップ。リップ。かわいい。かわいいでしょ。うん。使ったね、だいぶね。うん。もうでも、これ多分、何年前？ 4、5年前？うん。
もうそれはちょっと使えないね、さすがに。うん。お、綺麗になってきた。もうちょっとだ。すごい綺麗になったね。ピカピカ。ちょっとまだあとここ綺麗に掃除しないと。うん。で、今のとここの辺これですね。いっぱいあるね。一応ね。でもあれでしょ、蓋引き出し、2つの引き出し分だよね。うん、そう考えたら少なくない？そうか。ね。はい。これかわいい。かわいい。これ多分フライングタイガーかなんかで買ったやつ。なんかついてる。ゴミ。シールついてた。じゃあどうする？次どこ行く？引き出しの一番下か、机の上か。一番下でしょ？一番下行く？次じゃあ一番下。ここでもそんなに汚くないけどね。じゃあ整理していきましょう。乗りないと思ったらこんなとこやった。見てやばい。乗りが見つかった。見てやばい、超ぶっとい。何これ？ペン？すごい。こんなぶっといペンあるんだね。10センチミリメートル。へえ。へえ。僕ね、すごい貯金箱発見。ちゃんと入ってんじゃん。100円帳やろ。うん。500円玉も入ってるじゃん、一応2枚だけど。500円2枚しか入ってない。500円でも入ってることすごくない？それだけでもう1000円でしょ、だって。令和2年。おお、令和2年？令和2年。綺麗なやつじゃん。平成12年。うん。すごい、ちゃんとね、この貯金箱はね、ちゃんとしとかないとお金だからね。お金。うん。なんと運動会で使ってた、これなんだっけな、何の曲踊った時だっけ？なんか、こうやって花束渡すやつ。忘れちゃった。クレヨンしんちゃんだっけ？あ、クレヨンしんちゃんで、あれだ、なんだっけ、忘れちゃったけど、踊ったやつだよね。1年生の時だよね、小学校。うん、懐かしい。これがね、机の中に眠っておりました。よみがえるね。なんかやっぱさ、この大きさ、今のさ、体型に合わないよね。なんか小さい子が持つから可愛かったみたいなとこない？ね、一年生のあのちっちゃい子がさ、持つから可愛いみたいなさ、あるよね。うん、はい、だいぶ片付きましたね。ゴミ袋二つ分でーす、ね。その仕組みがやっとわかった。何やってんの？アンパンマンのおもちゃでしょ。懐かしい。これは取っとくの？リミね、うん、リミの大好きな先生がね、アンパンマン好きでね、うん、ああ、うん、あのね、幼稚園のね、リュックにね、アンパンマンのやつつけててね、バスでね、その先生に当たった時にね、隣に座られて、うん、ピアンパンマンかわいいねって言われた。懐かしいね。それが超嬉しくて、ね、そうなんだ。ずっと撮っといてた。そうだよね。それでも、うん、もっとあったけど、これが一番好きだったから、うん、なるほど。はい、ということで、ちょっとゴミ袋2個分ちょっと写せないんですけど、ゴミというかね、断捨離しました。で、まだね、ちょっと引き出しは全部終わったんだけど、上がね、まだちょっと中途半端で、もうちょいかかりそうかなっていう。そう、引き出しはね、もうケースだけ残って、そうで、あとなんかちょっとここにあるものをちょっとしまっていけばいい感じなんで、あとでもだいぶすっきりしたと思うので、もう一踏ん張りなんですけど、ちょっとここでね、疲れてしまったので休憩入りたいと思います。結構してたね。結構綺麗になったよね。はい、ということでね、ちょっと日にちが経ったんですけど、はい、片付け終わりました。じゃあね、まあちょっとさらっとだけ、まあさーっとね、こんな感じで
片付けた。これ脇もやったんだよね。うん、ふーさん、ここはね、ちょっと減ったけどね。うん。こんな感じで、まあ、この辺はちょっと汚いけど。はい、こんな感じでね。あ、引き出しも一応見とく？うん、おー、いいじゃん。まあ、ここはね、文房具系だよね、大体。うん、次。あ、全然何もない。もう本当カラカラになったね。ここもほとんどないね。ちょっとこの辺だけ空で、なんかあったらここに入れてって感じで。うん、はい。もう本当にガラガラになってしまいました。物はね、また増やせるけど。はい、ということでね、本当にもう断捨離って感じで今回は。ほとんど幼稚園かと小学校低学年になんかあったものがすごい溢れてて、ね。だからそういうのをね、まあ処分したり、大切なお手紙とかは取っといて保管して別のとこにいろいろやって綺麗になりました。はい、まあね、せっかくなのでしばらくこれを維持したいよね。で、一応ここにプーさんのパネルを置いて、まあここは別に動かせるんだけどね。ミミの部屋の黒板。チョーク割れた。そう、落としてチョーク割れた。この辺はちょっとね、可愛くカーテン。これダイソーです。緑を置いて、ちょっと、このトイレットペーパーは、たまに白コロがここのベランダでに来るので、ちょっと、うんちとかしちゃった時のために置いてるだけです。で、リモコンね。で、ちょっとここがね、もう切れちゃって、この辺の壊れぐらいがちょっとやばいね。どうするかだよね。もう全部取っちゃって綺麗にするか、だね。まあ、後で今度考えましょう。はい、はい、ということで、綺麗になったよという感じです。よく頑張りました。頑張った。はい。